気づかれてる方はいるかな。気づかれてる方います？はい、絶賛増量期でございます。12月末もう大晦日、体重75キロ現在、82キロでございます。1ヶ月で7キロとかね、増やしちゃう男なんですよ、僕。はい、プクプクでございます。はい、でもね、急にまた75キロに戻るんで、びっくりしないでください。そのね、75キロに戻したときに、すごいこのなんか忙しいのって言われるんで、忙しくてご飯食べれてない、何度も言いますね、何度も言わせてもらいます。忙しくても痩せない。忙しさじゃ痩せません。だから僕が痩せていくときは、別に忙しいからじゃないです。むしろ頑張ってるからです。うん。2020の M1 の決勝の時が90キロ。うん。はい、もう無限食いです。無限食いです。もうとにかく米やら何やらもう何でも食います。うん。もうラーメンも食べますね。やっぱチャーハン好きなんで、大量チャーハン食いですね。うん。そう、僕ね、顔にすぐ出るんですよ、体重が。だからね、もう M1 優勝からね、こう歴代で見ていったらね、すぐ分かりますよ、自分、俺の体重。当てれますもん、多分その時の体重、顔で。うん。あとね、大好きなのはね、パンチョっていうね、ナポリタンのお店があるんですけど、もう大盛りがガチ大盛りなんですよ。もうパンチョしょっちゅう行っちゃうんで、すぐあれはもうつきますね。基本パスタ好きですからね、僕ね。まああとはあれだ、ゴールドラッシュ、あとブブカ、吉祥寺なんでね、やっぱブブカですよ、問題は。吉祥寺来たらもうブブカですよ。やっぱスタ丼もいっちゃうよ。なんかないとやらないですね。なんかその要はマッチョ雑誌とか出るのが続いたんで絞ってただけで、別に何もなきゃね、絞んないんですよ、僕別に。だから何もないかった M1 まではもう90キロになってましたから、そっから何やらマッチョ雑誌やら、やっぱ腹筋割れてないと許さないですから向こうは。マッチョ呼んどいて、だからもうなるべく腹筋割れるぐらいには絞ってましたね。じゃないから。そうそう、僕別にボディービルとか大会出ないんで関係ないですよ、僕正直。なんかそういうのがあれば絞るかな。まあ一応2月21日にクリスタルジムイベントがあるんで、ファン感謝で、感謝祭、まあ一旦それに向けて一回絞るかもしれないですね。デッドリフト大会っていうのがあって、上げた重量と体重で割った時の数値が高い人が優勝なんですよ。だから体重はね、落とした方がいいんですよ。はい。だからもしかしたら21日にまでに1回ちょっと落とすかもしれないですね。あと2月21日だから、もうすぐ2週間ぐらい先か。まあ2週間絞れば77キロまでには戻る、5キロは絞れるよね、2週間もあれば。77キロにまで下げれば勝てんじゃないかな。変幻自在なんですよ、僕本当に体重が。なんか俺 体重なんか俺多分1回のトレーニングの消耗が激しいんですよ。もうその追い込むとかいうレベルじゃなくてやるんで、自分のリミッターを外すぐらいやるんで、だから昼に1回あったのがもう天一大盛り食って、で夜にトレーニングして体重1キロ落ちたことあるんで、そんぐらいそのトレーニングの消耗量が多いんで、飯食わずにトレーニングすると本当に2キロぐらい落ちたりするんですよ。多分ね、その
他のボディービル系のトレーニングやる人は部分トレーニングが多いんですよ。肩とか腕とか細かいとこやるから疲れるんですよね。だから細かいトレーニングしかしない、細かいトレーニングって当然ちっちゃい筋肉しか使わないんで消耗が少ないんですよ。僕そのでっかい筋肉を鍛えるトレーニングしかしないんで、スクワットとか。だから1回のトレーニングの消耗というか消費カロリーが高いんですよね。うん、今日の服初めて見た、もらったんですよね。うん、今日なんかいろいろ撮影とかしたんですよ。だからこの服で写ってること多いかもしれないです何かしら、うん。